先日のライブ配信でブラック差別をなくすにはどうすればいいかという質問が出ました。でももうそういう段階は過ぎてるんですね。ブラック差別ってそもそもないので、存在しないということをいかに広めていくかっていうことが大事なんです。もうもはやね、そういう段階に来てるんです。ブラック差別があるというね、この悪質なデマ、妄想、願望、プロパガンダ、こういったものをいかになくしていくかっていう、まあそういう段階に来てるんですよね。まあブラック差別があるっていう悪質デマ、これはもうメディアが広めてますね。先日もね、もう朝日新聞なんかが未だにね、このブラック差別で苦しんでる人がいる、このブラック知名損壊、全国ブラック調査が出ることによって不安を抱えてる人がいるって言うんだけども、まあこんなの完全に風評被害なんですよ。不安を抱えてるっていうのは、これはもうその人のね、中の問題なんでね、不安を広めてるのはそういうデマを流してる新聞、メディア、そういうものじゃないですかね。私はね、もうかれこれ6年間解放同盟と裁判してるけども、まあ、最初にね、西島委員長、今の委員長ね、当時はまだ委員長じゃなくて書記長だったけども、最初に言われたのがね、この全国部落調査、部落の場所を広めることでものすごい差別が広まるぞと、そしてお前は部落の人間にボコボコにされるぞみたいなこと言われたんだけども、結局差別なんか起こってないし、ボコボコにされてもないんですよ私は。で、裁判の中でね、解放同盟が差別の事例として出しているものも、全然差別の事例でも何でもないです。部落の場所を問い合わせたとかね、そういう話であって、で、部落の場所を問い合わせること自体が差別だって言うなら、循環論法になってしまうわけです。僕は部落差別なんていうものはないからね、部落の場所を広めたって別に何ともないというふうに言いたいわけですよ。で、そしてね、デマの次はプロパガンダですね。この政府が流しているプロパガンダ、やっぱりこの同和対策事業っていうのは失敗だったんですよ。もう同和対策事業は差別を解消できなかったどころか、もう同和対策事業っていうのがもう差別の原因そのものだっていうふうにですね、この全国部落調査みたいな資料を見て、実際にね、この全国の部落を回って調べてみると、もうそうとしか思えないわけです。だけどこの同和対策事業は失敗だって言ったら、もう現政権のですね、メンツは丸つぶれですよね。だからもうメンツを潰したくないために、こうやってブラック差別はまだある、差別をなくさないといけないんだっていう、まあそういうプロパガンダを流し続けてるっていう現状があるわけです。そしてね、もう一つは願望ですよね。実際ね、この童話でお金儲けしてる人がいるわけです。例えばそのね、盛り土をしてね、行政に向かってその童話の名刺を出してね、そして指導をね、されないように、命令されないようにっていうふうにね、逃れてた人がいましたよね。やっぱし童話っていうと役所がビビるし、あとは講演会ビジネスでその人権関係の予算を得るために、そのまだ差別ある、差別があるって言って、自分は部落民だとか言ってですね、カミングアウトなるものをしてですね、そうやって講演をしてお金を稼いでる人っていうのが未だにいるわけだし、あとは御用学者ですね、まだ差別はあるんだっていうふうに言わないと、そういう自分たちのね、存在意義がなくなってしまうわけですよね。そのブラック差別について、その研究、まあ研究なるものをやってる学者さんは、その自分たちの存在意義がなくなってしまうわけです。そのブラック差別があるっていうことにしないと。そしてもう一つは妄想ですね。妄想、もうツイッターとか SNS で部落とかね、解放同盟とかで検索したらどんどん出てきますよね。その部落の人間に集団ストーカーされてるとか言って。まあこれは一つの病気なわけです。で、三若優作さんね、部落の話の映画を作った人、あの人もちょっと映像を出してたけども、長野県でね、なんかエタとかブラック民とか言ってね、隣人から罵声を浴びせられてたっていうような話があって、まあこれなんかね、差別事件だって言うんだけども、でもなんか経緯を見てみるとね、その隣人っていうのはもう完全にこれ病気です、心の病ですよね。だからまあこれも差別っていうよりは、まあそのいわゆる精神病者、異常者の妄想の類に入るわけです。だからブラック差別っていうのはやっぱ存在しないんです。これまで言ったもう4つに分類されます。デマ、プロパガンダ、妄想、そして願望です。
これをいかになくしていくかっていう段階に今入ってきてるわけですね。だけどこれなかなか難しいですよね。まずこのブラック差別っていうものがデマだっていうね、そういうことをですね、やっぱりちゃんと公式に広めて認めさせていく必要がある。で、ただね、事実としてそのような認識を広めた方が世の中に至ってためになるってことは間違いないわけです。このブラック差別ある、まだ差別あるんだって思ってる人っていうのはやっぱり差別する可能性あると思いますよ。まあちょっと変な言い方で、変な言い方だけど、このブラック差別あるって思ってる人はやっぱブラックに関わると何かしら不利益を受けるっていうふうに思ってるわけですよ。だけどブラック差別はもうないと、そんなものはデマ、妄想、プロパガンダ、願望の類なんだっていうふうに思ってる人は、まあ、ブラック差別はしないでしょうね。ブラックに関わることで不利益を受けるっていうふうに思ってないわけだから。ただまあ一方でね、やっぱりこれもちょっとね、変な言い方なんだけども、やっぱし同和行政とか、そのブラックに関わる団体なんかに関わると、まあ、ろくなことにならないっていうことは、やっぱり事実としてあるんですよね。だから、まあ、そのブラック差別が何なのかっていうことについて、まあ、ここで言ってるのは、その伝統的なね、その近世の身分に基づく、そのまあなんか因習として残ってるものっていう意味でのブラック差別よ、ブラック差別ですね。それ以外のいわゆるもう昭和の時代にできたもの、あるいは今のね、この利権絡みのもの、政府によるもの、そういうものはこうブラック差別というよりは、これはやっぱりこのデマ、プロパガンダ、妄想、願望なんだっていうふうに整理していかないと、ちょっとそこは分ける必要があると思うんですよ。デマ、プロパガンダ、妄想、そういうものは差別ではないと思うんですね。で今もこの江戸時代からのこの身分制度に基づく、そういう因習としての差別っていうものはもう完全になくなってるっていうふうにもう断言していいと思います。で、そういうものがまだまだあるあるって言ってる人は、まああった方がいい人なんでしょうね。そういうものがあった方が何かしら得するんでしょうね。で、これはね、いろんな差別問題に共通するんだけども、その差別はないっていう人に対してね、非難するべきじゃないと思いますね。それは LGBT でもね、この人種の問題でもそうだけども、この人間っていうのはね、それぞれ違う世界を生きてるわけです。それぞれね、違ったこの人間関係を築いてね、それぞれ違う世界で生きてるわけで、まあ、その人にとって差別がないっていうのは、それは非常に幸運なことだし、まあ、あるいはもうその人は恵まれてるし、あるいはその人の生き方が正しいっていうことなんですよね。だけど差別があるって思ってる人は多分ね、悪い生き方をしてるんだと思います。そういう世界に生きてしまってるんでしょうね。だから、差別がないって言ってる人を非難するっていうのは、それはね、完全に間違いというか、本当におかしなことだと思いますよ。差別があるって言ってる人の方がある意味ね、差別者なんですよ。自分たちのその人望のなさというか、その周りのこのおかしな人を引き寄せてしまう、そういう生き方をしている人たちがね、もう差別のないこの幸せに生きている人たちを非難するっていう、そういうおかしなことが起こってるわけです。だからまあこれはいろんな問題に共通します。差別というものは存在しないっていう人をですね、非難しちゃいけないです。むしろね、差別はないっていうふうに言ってる人たちから学ぶっていうね、姿勢がね、僕は大事だと思うんですよね。ということでね、まあ今日はね、ちょっとこの夜景を見ながら、このブラック差別はないということについて、お話しいたしました。まあこういう動画でもね、なぜかね、広告がつかないんですよね。だからどうせ広告つかないだろうから、最初から広告はオフにしております。ということで皆さん、お聞きくださいましてありがとうございました。